へいよー、ケンツマッシュです。いきますね、情報なんですが、緊急バランス調整が発表されました。実装日は6月30日夜、19時といったところで、本日ですね、DL の2時間前に来るといったところで内容発表していきましょう。まずはロケット方式、こちら通常です。弱体化、初撃が 0.6 秒から 0.65秒になりました。これは右残りでタワーに入る入らないの問題があったので、完全に入らないようになりました。まあ、バグ修正に近いかなと思います。通常ロケット時の弱体化です。続いて、進化ロイジャー弱体化、 HP がね 30% 強化された状態で進化ロイジャーが出てたんですが、通常ロイから HP 20% 強化へとなります。まあ、そのトーナメントレベルで307歩で減ります。まあ、とはいえね、進化ロイジャー強いです、なめんなといったところですね。続いて進化スケルトン強化、最大増殖上限が6体から8体へといったところですね。まあ、進化スケルトンがね、使用率最下位といったところで、以前ね、最初に発表された時は、進化サイクルが3回に1回、そして、上限が8体だったんですが、進化サイクルが4回に1回になった上に、8体から6体でダブルパンチを食らったので、上限数を8体にしたといったところで、まあ、はみ出しとかがもしかしたらしやすくなるかなといったところで、ね、強化されました。進化ロケット王子はね、今回は、ノータッチなんですが、まあ、いずれね、さすがに今暴れまくってるんで、弱体化が来るんじゃないかなというふうに思っています。以上が緊急バランス調整。なので、まあ、進化ロイジャーちょっと弱くなったよ、でも強いね。進化スケルトン8体圧ちょっと使おうかな。ロケット王子、まあ、弱体化という名のバグ修正、ふーん、なるほどっていう感じで把握しておいてください。そしてですね、エリートワイルドカートの変換率も変わりますといったところで、ね、ツイッターの方で出していったんですが、こちら、ノーマルの変換率、1枚あったら今までね、はみ出したら2枚のエリートワイルドカードがもらえてたんですが、半分の1枚で、レアの変換率が5枚、スパラの変換率は20枚やといったところで、この3つのリアリティはね、約半分、そして、なってるんですが、ウルトラレアとチャンピオンの変換率を大幅強化といったところですね。まあ、これに関しては、今までね、ノーマルレア、スーパーレアのね、エリートワイルドカード、まあ、マジックアイテムとかを変換して、ウルトラとチャンピオンは持っときましょうっていうふうにね、俺動画で話したんですが、逆にウルトラとチャンピオンがちょっと熱いことになりました。ただ今後ね、新カードでチャンピオン、そしてウルトラライオンが出る可能性も十分に考えられるので、まあ、手元のやつは残しておきながら、ショップでね、まあ、ウルトラレア買う意味が出てきたりとか、まあ、宝箱とか開けた時にウルトラレアが出たりとか、チャンピオンが運よく出た時に、今まではね、いやでもこれ変換率失敗やなーみたいになってた、あれが、うわ、熱い、チャンピオンの変換率曲がったから結構もらえんな多いみたいな感じになるので、スクラの宝箱の出てきたワクワク度、まあ、そしてクララーパスからね、ウルトラレアとかチャンピオン結構出てくるので、まあ、そういった部分の変換率がトータルでね、上がったと、読み取れるかなと思います。なのでノーマルレア、スーパーレアはね、残念かなと思うんですが、まあ、ウルトラチャンピオンの変換率上がったことで、まあ、ちょっと集めやすくなったよりだけど、まあ、そのウルトラとチャンピオン完走した人前提なんで、まあ、1デッキだけしかレベル14じゃないですよ、どうしたらいいですかって方は、もうね、まあ、時間をかけて14に全部するか、もしくはセールで来る5万エリートワイルドカードとかね、売ってるやつを涙を流しながら買うしかなさそうかなと思うので、まあ、ここら辺気長にね、はい、やっていきましょう。こちらね、6月30日のメンテナンスで変わるので、フルカンの人とか、まあ、ノーマルやスーパーやね、エリートワイルドカード、エリートワイルドカードね、集めたい。今の変換率集めたいって方は、今のうちに変換しておきましょうといったところで、僕からの意見は、まあ、ウルトラチャンピオンの変換率、変換率強化はいいけど、ノーマルやスーパーやを変換率弱体化するのは、身がわかりません。情報を伝える側の身にもなってくださいといったところでね、なってます。まあ、ただ、その運営がね、言ってたんですが、その、エリートワイルドカードの数値をどういじくっていくか、多分5万枚って枚数は変えない状態で、入手のしやすさを今後いじくってくる可能性があるんですよ。なので今は様子見で15レベルにせず、できるだけマジックアイテム持っていて、はみ出すやつだけ変換、まあ、それが一番ね、お利口さんなのかなと思うので、半年後のね、展開の方で15レベルを使いたい方は備えておきましょう。今のね、その9000の、トロフィーモードの方で使いたい方は、まあ、効率的な変換率を動画とかでしっかり情報ってやっていくようにしましょうということで、緊急の、動画となりました。明日の7時、夜7時のメンテナンスで来るので、9時からね、ドラフトオールスターリーグがあるんですが、2時間前に入ってくるので、まあ、進化スケルトンのデッキがちょっとデュエルで出てくるかなといったところで、まあ、ドラフトオールスターリーグのね、2時間前の挑戦にしてはまだ耐えてる方かなといったところです。はい、ということで以上、おつめしまで、またねー。